やっぱり来ていたのね。リピョン。あ、皆さん。今会場は大変なことになってる。だからすぐ隠れた方が。リピョン出し。謝罪させろ。ただじゃ済まないぞ。リピョンは悪くない。リピョンは悪くないんだよ。メガネ野郎は引っ込んでろ。うほー。島で丸聞こえじゃねえか。リッピョンはきっと事情を説明してくれる。だから、うるせえ。そんな皆さんやめてください。ちょっとリュウちゃん、そっちは危ないわ。あれ、そこにいるのは裏切り者のリッピョンじゃありませんか。本当だ、裏切り者が来たぞ。うわー、金貸せー。大丈夫ですか、怪我してませんか。リッピョン大丈夫、僕は大丈夫だよ。ありがとう。危ないですからすぐに逃げてください。ねえリッピョン、今日は一体どうしたの？それは…リュウちゃん…イベントの中止は体調が悪いからだよね。その報告をわざわざしに来てくれたんだよね。リュウは…妄想球の入り口か。こんな状況で動揺を隠せるわけがないわ。急ぎましょう、妄想を壊すのよ。だけどこの騒ぎを止めるためにも他に手段は残されてないのよ。夢から覚めなきゃいけないのよ。待ってください。リュウちゃん、リュウの夢を、リュウの妄想を壊しに行くんですよね。ええ、そうよ。昨日も言った通り、妄想は壊さなくちゃいけないの。ごめんな。わかりました。それなら、リュウも連れて行ってください。おい、本気か。自分で決着をつけたいんです。この妄想にリュウは逃げ出し、裏切り、怪我までさせてしまった。その責任を取らせてほしいんです。この先は危険よ。無事に生きて帰れる保証はないの。構いません、どんな危険にでも立ち向かってみせます。リュウのせいで傷ついた人、きっとたくさんいるから。でも、まあ、なんかあったら俺がどうにかするわ。だからサキ、連れて行ってやろうぜ。ちょっとアサヒ、あなた本気で言っているの？ああ、俺は本気だ。だからさ、見届けさせてやろうぜ。仕方ないわね。リュウちゃん、私たちについてきて。はい。だけど、少しだけお時間をください。ちょっと、リピョン。皆さん、この裏切り者が何しに来たんだ。許されないぞ。早く事情を説明しろ。うほー。うるさい、みんな静かにしろー。あのメガネ野郎。きっと皆さんは忘れてしまうでしょう。だけどリュウにとってこの数日間はまるで夢のような毎日でした。ステージに届けてくれた声援、握手会で感じたぬくもり、皆さんの楽しそうな笑顔、その全てが夢のようでした。リュウはきっといつまでも忘れません。忘れてしまってもきっと忘れることはありません。裏切る形で終わることになってしまって本当にごめんなさい。本当に本当にごめんなさい。そして皆さん、
おい、どうなってるんだ。いや、意味わかんねえよ。最後に一つだけ約束をさせてください。私、百瀬リーはいつか本物のアイドルになります。皆さんを笑顔にする本物のアイドルです。だからどうかいつか思い出してください。この秋葉原に百瀬リーというアイドルがいたことを。それじゃあ行ってきます。やっぱりいい子だったわね。皆さん、お待たせしました。それじゃ、行こうか。はい。ちょっと早いけど、これがリユの引退ライブです。行ってらっしゃい、リッピョン。僕はずっと、ずっとずっと、ずっとずっとずっと応援しているからね。ここは妄想キュッチ。キュッ。そっか、昨日も会ってるだろうけど、紹介がまだだったわね。この子は私の友達、ピンくんよ。普段は姿を隠しているの。よろしくっち。あ、改めまして、よろしくお願いします。って、あの、表の皆さんはここに入ってきちゃわないんですか？それは大丈夫よ。さっきの入り口、普通の人には認識できないから。それじゃあリエたち突然消えたことに。アイドルが神隠しにって、スポーツ新聞の一面記事に載るかもな。さ、お話はそのくらいにして、最奥を目指しましょう。なんですかあれは。敵だ。朝日、説明が雑よ。あれは妄想球に救う化け物みたいなものね。あれと戦うんですか？大丈夫、俺たちがついてる。それにここじゃ妄想が力になるのよ。ほら、可愛らしい武器を持ってるみたいじゃない？いつの間に。いざって時は朝日を盾にしなさい。少しは役に立つはずよ。はい。ずいぶん元気がいいみたいね。それじゃあ私がとっておきの戦い方を教えてあげる。覚悟はいいかしら？イマジンフィールドを発動させるわ。は？イマジンフィールド？イマジンフィールドはサキが見つけた特殊な力だっち。ほら、昔やらなかった？ PV ごっこよ。音楽に合わせて戦えばいいの。 PV ごっこ？何言ってんだ。音楽を聴きながら PV みたいにカッコつけたり、サビで決めポーズとかしたでしょ。その頃の自分を思い出してくれればイメージもつかみやすいと思うわ。リュウ、それ得意かもしれません。そういや、俺の武器、これ元はミュージックプレイヤーか。もう今さら。さあ、敵を一掃するわよ。敵は3体1、焦る必要はないっち。楽に行こうって。フッ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 。弱みにつけ込んでるっち。ゲージ溜まってるっち。イマジンモード。
終わりだ。アクセルリフト。まだまだ。さあ。やったか。やりました。初めてにしては上出来っち。お、褒めるだなんて珍しいな。でも本当よ、なかなかかっこよかったんじゃないかしら。朝日さん、かっこよかったですよ。そっか。でもまあ、なんとなく理解はしたよ。理解も何も簡単よ。 PV ごっこをすればいいんだから。PV ごっこな。何よ。いやだってさ、そんな単語が出てくるってことはさっき PV ごっこしてたってことだよな。さきさんって可愛らしい一面もあるんですね。ちょっと、それどういう意味。もう PV ごっこは取り消し。ほら、さっさと奥へ進むわよ。
気がいい。これでも敵を3体発見し、先手のジャンプっち。やるな、まだ倒したっけ。まだ見せよ、倒してないっち。敵を発見し、逃げるなら今。敵を4体発見し、飛ばせて、やるな。楽勝、やるな。倒したっけ、まだ倒してないっち。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。扉を発見っち。ノックを忘れる。この扉を進むっち。ここから来たのに。これでも敵は2体っち。先制攻撃なら余裕っち。楽に行こう。やるだろ。はっ、楽しょ。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。これでも敵は2体っち。先制攻撃なら余裕っち。はっ、はっ、やるだ。これでも終わりだ。敵を2体発見し、先手で攻め込むっち。楽勝。はっ、やるだ。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。敵がいるっち。敵を2体発見し、先手で攻め込むっち。かかってこいよ。楽勝。やるな。ふっ、て敵がいるっち。どうするっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。て敵がいるっち。どうするっち。はっ、敵を3体発見し、先手のチャンスっち。楽勝。妄想を解放し、神様のチャンスっち。て敵がいるっち。敵は2体っち。不意を突かれたっち。かかって、これでも楽勝。非エンジンじゃ。これが本気だ。おーい、一気に畳みかけるっち。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。
た。敵を2体発見っち。先手で攻め込むっち。やるだこれでも。落車だ。いい予感がするっち。近くにお宝がありそうっち。敵がいるし、敵を3体発見っち。先手のチャンスっち。やるだろ、落車パッパ。やるだろ。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵は2体っち。勝敗は決してるっち。かかってこいつ先。まだまだ先。敵を発見。まだまだ。敵を2体発見っち。先手で攻め込むっち。はっはっ。やるだ。まだまだ。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵を発見っち。逃げるなら今。敵を発見っち。逃げるなら今っち。いい予感がするっち。近くにお宝がありそうっち。ここから戻るっち。扉を突き破るっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵がいるっち。どうするっち。だいぶ進んできたわね。この辺で少し休憩しておきましょう。そろそろ妄想主のお出ましか。ってことはつまり…まあごめん、今のなし。一緒にここまで来たんだし、何か楽しい話をしよう。はい。じゃあ私から質問しちゃってもいいかな。リュウちゃんはどうしてアイドルになりたいと思ったの？え？さっきってアイドルとかそういうの興味あんのか？私はその少しくらいは興味あるわよ。サキさん可愛いです。でも女の子なら一度はアイドルに憧れますよね。もちろんリュウもテレビの中で一生懸命輝いているアイドルの皆さんに憧れてたんです。だけど現実は厳しいものでした。リュウには年の離れたお兄ちゃんとお姉ちゃんがいました。お洋服はいつも時代遅れのお下がりばかりだったんです。当然キラキラしたお洋服なんてありません。だからテレビの向こうでキラキラしていたアイドルはリュウにとっての憧れの存在だったんです。始まりはただの憧れでした。リュウもキラキラしたい、そんな思いからお洋服を作るようになりました。お小遣いを貯めて生地を買ってママのミシンで縫って。だけどいくら真似をしてもリュウの欲しかったキラキラには届かなかったんです。どうして違うんだろうって。そんな時お姉ちゃんがリュウの好きなアイドルのコンサートのチケットを取ってくれたんです。初めて生のアイドルを見て感じてリュウには分かったんです。ファンの皆さんが応援している、そしてファンの皆さんを応援している、そこにはたくさんの笑顔がありました。ああ、これだったんだ。これがリュウが憧れたキラキラだったんだって。その日からリュウはアイドルを目指すようになりました。アイドル活動を反対するパパを説得するために毎日毎日毎日夜遅くまでお勉強を頑張りました。そしてやっとの思いでア
イドルとしての道を歩き出せたんです。これがリエのアイドルへの思いです。へえ、年齢の割にはいろいろと苦労してるんだな。朝日も見習うべきっち。うるせえよ。だけど私にもわかるよ。キラキラしたいってその気持ち。アイドルって特別な存在だもんね。サキ、リュウちゃん、教えてくれてありがとう。いえいえ、こちらこそです。なんだかお話ししたらすっきりしました。朝日さん、サキさん、ピンク、皆さんありがとうございます。それでは皆さん行きましょう。リュウの妄想を壊しに。扉を進むっち、気をつけて進めっち。休憩ポイントっち、おいらは疲れたっち。